それではですね、背筋を伸ばしてですね、大きく深呼吸を1回してください。それでは行きましょう。意識を第一チャクラ、尾低骨のあたりに向け何度も深呼吸をしてください。意識を尾低骨のあたりに向け、次の音を聞きながら、お腹をへこませながら、口角を上げて鼻から息を長く吐きましょう。そしてお腹を膨らませて、吸気とともに赤色の光を吸い込んでいるところを想像してください。吐く息とともに尾低骨のあたりが温かな赤色に輝いているところを想像してください。次の音を聞きながら、お腹をへこませながら、口角を上げて鼻から息を長く吐きましょう。第一チャクラを開くと上手なグランディングができます。想像力を100万倍働かせて、自分自身が母なる大地の意としっかりとつながっているところをイメージしてください。大きな安定感を得ている様子をイメージしてください。そうしていると心が豊かになり、とってもいい気分です。雑念が浮かんできても決して頭の中で展開することなしに、目の前にとうとうと流れる宇宙のエネルギーの流れを思い描き、その中に投げ込んでしまいましょう。眠気のさわさになったら、手と足の筋肉にぐっと力を入れて何度も深呼吸をしてください。さあ今度は意識を第二チャクラの下に向け、何度も深呼吸をしてみましょう。意識を下に向け、次の音を聞きながら、お腹をへこませながら、口角を上げて鼻から息を長く吐きましょう。そしてお腹を膨らませて、吸い気とともにオレンジ色の光を吸い込んでいるところを想像してください。吐く息ともに下腹が温かなオレンジ色に輝いているところを想像してください。次の音を聞きながら、お腹をへこませながら、口角を上げて鼻から息を長く吐きましょう。第二チャクラを開くと人生を情熱的に生きることができます。想像力を100万倍働かせて、自分自身が生きる希望にあふれている様子をイメージしてください。人生を情熱に生きている様子をイメージしてください。そうしていると心が豊かになり、とってもいい気分です。さあ今度は意識を第三チャクラの溝落ちに向け、何度も深呼吸をしてみましょう。意識を溝落ちに向け、次の音を聞きながら、お腹をへこませながら、口角を上げて鼻から息を長く吐きましょう。そしてお腹を膨らませながら、吸う息とともに黄色い光を吸い込んでいるところを想像してください。吐く息とともに水落ちがきれいな黄色に輝いているところを想像してください。次の音を聞きながら、お腹をへこませながら、口角を上げて鼻から息を長く吐きましょう。
そしてお腹を膨らませながら吸う息とともに黄色い光を吸い込んでいるところを想像してください。吐く息とともに水落ちがきれいな黄色に輝いているところを想像してください。次の音を聞きながらお腹をへこませながら口角を上げて鼻から息を長く吐きましょう。おー、第三チャクラを開くと自信とパワーがみなぎります。想像力を100万倍当たらせて呼吸ともに自分自身に大きな自信が湧き上がってくる様子をイメージしてください。大きなパワーが湧き上がってくる様子をイメージしてください。そうしていると心が豊かになりとってもいい気分です。おさあ今度は意識を第四チャクラの胸に向け何度も深呼吸をしてみましょう。意識を胸に向け次の音を聞きながらお腹をへこませながら口角を上げて鼻から息を長く吐きましょう。あそしてお腹を膨らませながら吸う息とともに緑色の光を吸い込んでいるところを想像してください。吐く息とともに胸がきれいな緑色に輝いている様子を想像してください。次の音を聞きながらお腹をへこませながら口角を上げて鼻から息を長く吐きましょう。あー第4チャクラを開くと無条件の愛のエネルギーを感じます。想像力を100万倍働かせて自分自身から自分を愛し他者を愛しているところをイメージしてください。そうしていると他者からも愛され無条件の愛のエネルギーを感じることができとってもいい気分です。あさあ今度は意識を第5チャクラの喉に向け何度も深呼吸をしてみましょう。意識を喉に向け次の音を聞きながらお腹をへこませながら口角を上げて鼻から息を長く吐きましょう。そしてお腹を膨らませながら吸う息とともに青い光を吸い込んでいるところを想像してください。吐く息ともに喉が美しい青色に輝いている様子を想像してください。次の音を聞きながらお腹をへこませながら口角を上げて鼻から息を長く吐きましょう。第5チャクラを開くと素晴らしいコミュニケーション能力を得られます。想像力を100万倍当たらせて自分自身が自分の思いを自由に人に話している様子をイメージしてください。人の話も快く聞けている様子をイメージしてください。素晴らしいコミュニケーション能力を得ている様子をイメージしていると心が豊かになりとってもいい気分です。雑念が浮かんできても決して頭の中で展開することなしに目の前にとうとうと流れる宇宙のエネルギーの流れを思い描きその中に投げ込んでしまいましょう。眠気のさそうになったら手と足の筋肉にグッと力を入れて何度も深呼吸をしてください。さあ今度は意識を第6チャクラ頭の中心に向け何度も深呼吸をしてみましょう。
意識を頭の中心に向け、次の音を聞きながら、お腹をへこませながら、口角を上げて、鼻から息を長く吐きましょう。そしてお腹を膨らませながら、吸う息とともに藍色の光を吸い込んでいるところを想像してください。吐く息とともに頭の中心が美しい藍色に輝いている様子を想像してください。次の音を聞きながら、お腹をへこませながら、口角を上げて、鼻から息を長く吐きましょう。第六チャクラを開くと、素晴らしい洞察力にあふれます。想像力を100万倍働かせて、自分自身が真実を見通している様子をイメージしてください。直感力にあふれている様子をイメージしてください。アイデアがどんどん湧いてくる様子をイメージしていると、心が豊かになり、とってもいい気分です。さあ、今度は意識を第7チャクラの頭頂に向けて、何度も深呼吸をしてみましょう。意識を頭頂に向け、次の音を聞きながら、お腹をへこませながら、口角を上げて、鼻から息を長く吐きましょう。そしてお腹を膨らませながら、吸う息とともに紫色の光を吸い込んでいるところを想像してください。吐く息とともに頭頂が美しい紫色に輝いている様子を想像してください。次の音を聞きながら、お腹をへこませながら、口角を上げて、鼻から息を長く吐きましょう。第7チャクラを開くと、ワンネスの世界を感じます。想像力を100万倍働かせて、自分自身が工事の世界とつながっている様子をイメージしてください。そして、すべてを理解し、すべてを知る、すべては一つであるというワンネスの世界をイメージしてください。そうしていると、心が豊かになり、とってもいい気分です。さあ、これで深い瞑想の状態に入りました。瞑想の状態に入ったからといって意識がなくなったりすることはありません。普通の意識状態で目をつぶっている時と何ら変わらなく感じます。しかしながら集中力が増し、ひらめき力が増し、洞察力が増してきています。さあ、この状態が瞑想の状態です。瞑想の状態をしっかりと感じ取ったら、意識をゆっくりと肉体の置かれている時間と空間に戻しましょう。激しい運動をした後に呼吸を整えていくように、それぞれのチャクラのエネルギーを沈めていく、そんな感覚で戻ってきてください。第7チャクラ頭頂のエネルギーが沈まります。第六チャクラの頭の中心のエネルギーが沈まります。第五チャクラ喉のエネルギーが沈まります。第四チャクラ胸のエネルギーが沈まります。第三チャクラ、みぞおちのエネルギーが沈まります。第二チャクラ、下腹のエネルギーが沈まります。
第1チャクラ、ビーテイコツアトリンが静まります。意識をゆっくりと下ろしましょう。意識を戻したら、手と足の指先を曲げたり伸ばしたりしてください。手首、足首を曲げたり伸ばしたりしてください。体全体の筋肉にぐっと力を入れて、意識をしっかりと戻しましょう。意識を戻したら、軽く伸びをして、ゆっくりと目を開けてください。これがですね、ソニックメディテーションの瞑想なんですけども、マインドフルネス瞑想の場合ですと、ずっと黙って座っていただけなんですが、これですと、いろいろな私のですね、誘導を聞いて、最初のうちはとても忙しいというふうに思うんですけども、まあ、その忙しいがためにですね、脳トレが十分にできたりとか、あるいは、雑念の浮かび方が少なかったりとかですね、寝起きに抑えそうにならなかったりとか、そんな感じが、できたんじゃないかと思います。でだんだん慣れてきますとですね、だんだん落ち着いてきますのでですね、最初のうちは忙しくても脳トレだと思って頑張ってください。